こんばんは、ますです。しーちゃんです。たじみしんちゃんです。久しぶりにたじみに帰ってきました。ありがとうございます。お帰りなさい。このメンバーでやるのはね、多分ね、5月の頭以来じゃないですか。結構時間経ったね。はい、もうほんと3ヶ月ぶりに帰ってきました。まあ帰ってきたのは3ヶ月ぶりじゃないか。まあ、でも実際やるのは3ヶ月ぶりということで、今日もね。夏メン、夏メン。夏メン、まあ夏。懐かしい、懐かしいメンバーと夏のメンバー。おうまい。メンバーの意味がわからん。夏っぽいやん。自分だけ。はい、ということでね、はい、今日は何をやっていきましょう。はい、先生。はい。最近ね、悩みがあって、僕実は。はい。一個いいですか、はい、どうぞ。あの、教えるときに、ボールを引きつけるって教えるんですよ。めっちゃよく使うね。ね、使う。小中学生って、なかなかね、頭で分かってるんだけど、いざやるときにうまくできない。いい練習方法とかない？ありますか？あ、私あります、ね。おぉ、さすが。知らないっすか？え、知らないっすか？知らないっすか？え？教えてください。しょうがないな、じゃあ今日はね、じゃあ今日はね、ちーちゃん企画ということで引きつける練習じゃあやっていきたいと思います。お願いします。レッツゴー。レッツゴー。今日持ってるね。知らないんすか。めっちゃマウント取ってくれやん。ボールを引きつけて打つっていうのは、ヘッドを遅らせて出して最後に回して打つっていうことで、引きつけれてない子はそのヘッドも一緒に出ちゃってる。はいはいはい。先に出ちゃってるので、打点が前になっちゃったりする子が引きつけれてないっていう定義です、うん、はい、そうだね、確かにそういう子向けの練習があるので、それを今からやっていきます。お願いします。練習方法としては、はい、まず打つ人と、はい、後ろにラケットを引いてあげる人、はい、で、自分のタイミングで打たせるね。ほうほうほう。後ろの人のタイミングで振らせることによってヘッドが遅れて出るという。ほう、なるほどね。あ、じゃあもう打つ構えして出ればいい。打つ構えしてて、はい、私が持ちますヘッドを、はいはい、で、私が入っていったら振ってください。はいはい、って感じです。おお、なるほどね。あ、なるほど。で、ヘッドが遅れる。あ、確かに遅れるわ。はい。あ、嫌だもん、なんかね、遅れるかも。じゃあやっていきましょう。お願いします。はい、はい、はい、はい。ああ、花3回花3回あ、俺が言うんか。はい、あ、これいいね。はい、これいいね。はい、話してよ。タイミングむずいね。話してよ。はい、はい、はい、はい。うわ、今のやってみて思ったけど、やっぱ打つ人もなんだろうな、この時にいい持ってますよ。力入れずに、力を入れずにいるとどうしてもヘッド回らないから、打つ人もある程度引っ張るっていうのかな。で、肘がこの打つ時の瞬間のこの前に出るイメージ、引っ張って多少引っ張ってで入っていってくれたら、はい、した方がヘッドが回ります。なんで打つ人もただブラーンとしてるんじゃなくて、ちょっと引っ張る、ギュッ、この形大事ですね。で、打つ人も実際に打ってみてこうやって前に行ったら意味がないので、タイミングは、ラケット持ってる人に、持ってる人がうまくタイミングをかかって手を離してあげてください。若干言葉だと分かりづらいので、実際に NG をやってみようと思います。お願いします。
はい。ありがとうございました。これはいい練習ですね。これいいね。なんかやっぱ、うん、ヘッドが遅れてくる感覚がこう打ちながら分かるの。そう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 。なんか実際に自分の、ね、力でこう打ってたらヘッドが遅れてくるってどういう感覚って多分分かりにくいと思います。うん、これだったらね実感しやすい。引っ張られるから。なんかちょっと嫌でも遅れちゃうよね。嫌でも遅れちゃうやつ。出た。嫌でもできちゃう。嫌でもシリーズ。おかえりなさいということで。やっぱこれ持ってる人の、ね、タイミングがすごい重要なんで、うん、こっちがどれぐらい遅らせるかっての分かってないと結局ね前行っちゃったりするからそこはね一個ポイントかなと思いました。トップ選手をそのスローで見ると、うん、みんなあのまず肘が来て肘が最初に来てそこから次グリップが、うん、で最後にヘッドが回るっていう風で、まあ、見るとそうなってるのでなるほどね。それを意識しながら打つ人は打つといいと思う。あ、うん、ってことはできてない子は1って言っちゃう。あ、そう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 。あ、じゃあ肘グリップヘッドの順番っていうのを教えてあげたらいいんだ。そういうことです。そうですそうです。先生、ありがとうございます。だこの方でできるようになるとこう肘を畳むとか、うんうん、こうヘッドを浮かせるというのも体感できると思うのでね、ぜひやってみてほしいなと思います。はい。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。滑舌よ。なんか言うてそんな遅くなってなかった思った